皆さんこんにちは、千葉美香です。そうですね、サイバーコップの上杉智子役をやっておりました。かれこれ40年前になりますが今日は皆さんに当時のサイバーコップを振り返ってお話できたらなと思います。Thank you so much for being on. Aloha, aloha. I won't ask her how old she is, but how old was she? Like, ooh. She was 14. 日本のホリプロスカウトキャラバンっていうオーディション番組があって、番組じゃないですね、オーディションがあって、それにボーカリスト賞として受賞してからこうレッスンを重ねて、まあ、サイバーコップに出たり、いろいろしながらボイストレーニングを行って、16歳でデビューをしたんですけれども、16歳で日本にデビューして、その後もう7歳8歳ぐらいからアジアで、ね、はい、出ました。フェイマスシンガー、フェイマスアクトレス、フェイマスではないですけど、そうなんですよ、Gransazer ショー、Gransazer は悪役をやったんですね。そうなんですよね。15-year-old good guy, singer at 16 and bad person. Gransazer, the villain on the show.No, I know that her daughters are still young. Did they realize how cool her mom is? Now, まあ、ちょっと当時と風貌は変わってきてますけど、まあ、まだママと言ってくれる、ね、で嬉しい部分と、まだなんかこうテレビっていうものが分かってなくて、なんかこうテレビのママと本当にいるママとのその区別がまだ彼女の中ではない、なんか不思議ではない感じらしいんです。でもグランセーザーで敵役をやってるのは、他の家族からもう見せないでくれと、今見せるとママが怪獣だってことがバレてしまうので今はグランセーザーは見せてない。でもサイバーコップは見せたことあります。はい。What's next for Team Mika? いや、全く今は一番最後のお仕事がもう上の子を妊娠している時に、いわゆる詩を書いたりとか曲を作ったりとかして、まあ、コマーシャルの提供はしたことあるんですけど、生まれてからは全くもう子供一直線に。なんで、まあ、また機会があればちょっと一段落落ち着いたら、今度は子供向けのことも、ね、なんかできればと思ったり、仕事で行ってた各国を今度は普通の遊びで回れたらいいなと思ってます。はい。まさか海を渡ってサイバーコップがハワイで人気があるなんて、聞いてちょっと今びっくりしておりますが、とても嬉しいことだと思います。サイバーコップは本当に当時画期的な、ね、番組だったので、私もやってて楽しかったし、共演者が何しろ愉快でした、はい、もう現場がとっても明るくて、いまだにお付き合いをしてるぐらい、スタッフも、共演者もみんな仲がいいのでね、そういうのが画面を通して伝わるかどうかちょっと微妙ですけども、伝わりますよね、はい、みんな仲良くですっていうのは続かないでしょうね、なかなかね。でも未だにね、続いてますのでね、なんかまたなんかこうお話しする機会があったら全員揃って今度は、ね、はい、話せたらいいなと思います。どうぞ楽しんでみてください。はい、はい、Well, again, folks, a very special treat、famous actress, famous singer、Mika Chiba joining us on DokoGa TV Japan Mania. Aloha. Aloha.